あずきちってさ、はい、趣味はありますか？何か趣味なんか休みの日何してるとかさ、映画見るの好きとかさ、料理好きとかさ、なんかある？なんだ？あ、でも映画見るの好きだな。あ、そうなんだ。何見たっけな最近。あ、じゃあ映画館で見るってこと？お家でアマプラみたいなね。あ、アマプラで、うん、星が限りなく多い作品、うん、ちょっと待って、星が限りなく多いっていう名前なわけじゃない？違う、あの、高評価の星かよなるほどね。あ、でも確かに評価が高いのはマジで外れないもんな。気になるんですよ、やっぱみんながいいって言った作品ってどんな作品なんだろうみたいな。わかる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 。そう、高評価です、失礼しました。レビューの星の数、うん、まず外れないもんな、めっちゃわかる。そういうことで、名作とかはさ、うん、この絵何見たっけな。あ、シンゴジラとか面白かった。あー、シンゴジラ面白いよね。面白かったな。あれね、マジで面白かった、本当に。なんだっけ、シンゴジラ見たの、なんか、シン仮面ライダーがなんか、あるか、何かで、なんか見たんだよな。ああいうのも最新のやつだな。なんか、あれ結構古い。え、嘘？シンゴジラって古いの？みんな。嘘？シンゴジラも古いのか。みんなってね、リスナーさん結構さ、見てるんだよな、あの、映画。もう古いだって。へぇー。5、6年前。あ、そうなんだ。もうシンウルトラマン。あ、そう、確かにシンウルトラマンがもうおるからな。シンウルトラマンか。え、カナタン見てよかった映画とかある、最近。あのね、同時視聴で、結構映画を見るようになったのね。なるほど。それでね、あの、インターステラーを初めて見て。インターステラーって SF のこう、傑作。そう、面白かった。と言われるやつ。やっぱ見てよ。めっちゃ面白かったよ。いや、変態仮面ってやっいや、じゃ、変態仮面は、おすすめされてリスナーさんに見てみたんだけど、ああ、うん、面白いんだけど、ちょっとあずきちゃんに見せられるね、やつじゃないっすね、あれはね。え、そうなの？どういう話？変態仮面に興味持つ？やりてよ、ちょっと。いや、あのね、なんだろう。ギャグテイストで、ギャグ系なのか。ギャグ系で、なんかあの、本当にこう、パンツ一丁みたいなお兄さんが、うん。まあ、でもそのパンツ一丁というか、まあ、パンツを被るというか、まあ、パンツを被ったら、うん。いろんな力が湧き出てきて、はいはい。変態仮面って言って、ちょっと人々のためにね、戦えるようになると。うん、で、そんな人に女の子が惚れてとか、なんかそういう感じのね、面白くはあるよ。面白いよ。変身もの？なんだ、まあ、ヒーローもの？まあ、ヒーロー変身。ヒーロー変身ものかなぁ。うん。王道のやつなんだ。王道、まあ、あの、ちゃんとなんかね、あの、面白いですよ。面白くはあるけど、あの、あずきちゃんが見る必要はない気はします。そうなの？うん。気になるな。王道。気になるなよ。ダメだって。ダメだって。あれ、あ、かなたん、松明ありがとう。ここでちょうどですね、あ、あの、